あの資産所得倍増って言ってるから、岸田総理大臣は配当金を、はい、あのによる我々の所得を増やしますって言ってるんですよね、うん、でもね、配当金の原資って何だか知ってるっていう、これですよ。所得企業が、まあ、これ企業だとしましょう。企業が生産しますと、付加価値を。そして、支出、買ってもらって所得を得ますと。これ大体ですね、まあ、大まかに言うと、まあ、粗利益なんです。はい、売上から売上原価を引いた粗利益です。うん、そこから人件費を、まあ、支払って、簡略化していってますよ。そして残った利益から、法人税支払って、はい、最後残った純利益から配当金渡すんです。わかりますよ、はい。損益計算書はそういう構造になってるんです。はい、ということはですね、今、デフレですと。で、政府は緊縮財政です。この状況で、しかも、そのコロナ禍ですと。さらにコストプッシュ型インフレですと。いう状況で企業が需要を作りますかと。作りません。投資しないですよね。うん、ということは、売上も粗利益も良くて横ばいでしょうと、はい。その状況で配当金だけ増やそうとしたらどうなるでしょうか。人件費。そう、人件費削るしかないですよ。つまり、今の岸田総理大臣が言っている、インベストイン岸田っていうのは、はい、あれは人件費、所得、まあ、第一所得であるこの粗利益から人件費への分配を減らして配当金を増やしましょうって言ってるわけなんで。小泉内閣以来の新自由主義の転換どこ行ったんだと。これ小泉内閣、あるいはその第二次安倍政権以降とか菅内閣と全く同じ発想なんですよ。しかもですよ、例えば、株式に投資できる人はいいですよ。はい。でもできない人ね、どうしたらいいんでしょう。どうしたらいいんですか。いや何も。ただ所得、人件費を減らされて自分の所得減るだけですよね。つまり低所得者にめちゃめちゃ冷たいんです。うん、で結局ね、この、インベストイン岸田って株価釣り上げ策なんですよ、うんうんうん。で、これは安倍政権も散々やったんだけど、なんか日本って日経平均が高いと支持率上がるんですよ、意外と。結構連動します。はい。だから、安倍総理大臣の、その、首相官邸の執務室の壁には、株価のチャートが、日経平均のチャートが載ってたって、かけられてたっていう、有名な話があるんですけど、それを見ながら政治やってたんです。だから人件費を下げやすいような労働規制の緩和とかガンガンやったんですよね。だから岸田内閣も結局同じ道を行くんだなということなんです。はい。格差開いちゃいます。もちろん開きます。つまり株式に投資できる人とできない低所得の多数派の方々との格差が拡大してきますでしょ。しかもね、全体の所得のパイが大きくなってて、それで配当金増えるならいいんだけど、はい、今の日本だと人件費減らして配当金に回す方を増やすしか方法がないんで、一体何をやりたいんだこいつだと。しかもなんかこんなこと言われたら結構私の周りも多いんですけど、そんなに所得が高くないけれども、やっぱ投資しといた方がいいのかなみたいな。そう、まあそれは狙いでしょ。あで、それでみんなが株を買うと下支えになるじゃないですか。でもその一方であれですよね、その、なんだろう、人件費削るのに貢献しちゃってるっていうか。そういうことになりますね。はい、なんか自分で首絞めてんのかな。まあ、基本的にデフレ期の国民ってのは自分で自分で首絞めるんですよ。結構ね、なんだろう、そう、こういう構造とか知ったらどれだけおかしいかっていうのはわかると思うんだけど、はい、まあ、一見なんか、配当金をはじめとする資産、所得を倍増しますとか言われると、あ、いいんじゃねえのっていう感じで騙される人が相当いるかということになるんです。はい。